この動画では以下を学びます。 Teams 内で評定のある場所、宿題の評価方法と評定の返却方法。Teams の評定タブの目的は、宿題を評価して学生のデジタル活動を登録することです。このセクションでは、同じ空間で送信済みの宿題、科目を受講する学生と各科目で得られた評定すべてを集めます。Excel にエクスポートを選択することで、宿題で得られた評定すべてを登録した文書がダウンロードできます。宿題名の上を押すと、その情報が開きます。提出物を評価するには、3つの点をクリックすると、学習の提出物が開かれます。提出済みの提出物を点検すると、右のメニューに評定が加えられます。さらに学生のみが目にする個別のフィードバックで、個別のコメントを追加することもできます。ここまでは評価は下書き段階であり、返却を選択することで学生に最終評定を送信できます。次の学生に進み、提出物の状態が表示されるドロップダウンメニューが開きます。チェックがある場合、評価済みですが、空白の場合、評価待ちの状態です。あるいは矢印を選択すると、前か次の学生にアクセスできます。あなたの番です。前のセクションで作成された宿題にアクセスして、表示されたステップに従って評価しましょう。学生向けに個別のコメントを追加することをお勧めします。